はい。カラッと横丁は山口県下関市にある遊園地。下関市の関門海峡沿いの埋め立て地であるあるカポート地区は2001年12月に開発計画がスタートして何度も開発計画が建てられ頓挫する状況が繰り返されてきたが、あるカポート地区の公園化の方針を示した中尾智明市長のもと東川地区における短期的な活用として アミューズメント施設の誘致を計画。10年の事業用定期借地権を設定し、2011年12月27日から開発事業者を公募。これに、グリーンランドや横浜コスモワールドの企画運営の実績を持つ泉、明工業から応募があった。泉明工業は、大観覧車を中心とした賑わい空間の創出、事業を提案し、審査を経て、 同社を事業予定者に決定。その後下関市と泉明工業の間で調整を進め、2012年12月26日に開発事業の正式調印を実施、整備を進めて2013年9月14日にオープンした。下関市内の遊園地としては1999年に襲来した台風18号による水没被害の影響等で閉鎖した。 下関マリンランド以来、約14年ぶりとなる。8000平方メートルの敷地内に高さ60メートル、シースルーゴンドラ4機を含む36機のゴンドラを有する観覧車を中心に、バナナコースターなど11種類の遊技具を揃える。年間約50万人の集客を目指し、オープン2ヶ月半で約4万2000人の集客があったという。 敷地の契約期間は10年間で終了するが、当施設の利用者数と隣接する下関市立下の石水族館の入館者数が相関関係にあり、開業前後で周辺の歩行者通行量が約5倍に増加したことなどから、下関市では将来的にも何らかのアミューズメント機能を持つ施設を方針を掲げており、海境間の増築と関連する形で、 アミューズメント施設の整備を検討している。はい。カット横丁の北東側には、下関市立下関水族館や、カモンワーフ、カット市場などの観光、商業施設が隣接する。ありがとうございます。